とうございます。これに書こう。ん、ありがとう、かわいいハートありがとうございます。家、東京、家です。そう、広島帰ってきたんですよ。めっちゃ眠たくってずっと寝てた。ね、できてない皆さん、お礼を申し訳ありません。あの、今日でカチッってやってこの日からあれにするわ。溜めないようにして、なんか溜まる一方になっちゃったんで申し訳ない。サインの部分、あ、なんかでも誕生日のやつは別の感じで書こうと思ってるんだよね。そう、今日早いのはね、そうスペースやるからなんですよ。22時半で30分かな、今何時なんだろう、50分ぐらいかな。すごい、これクマ、すごいクマだな。あ、クロちゃん書こう。クロちゃんさん、クロちゃんさん描きます、似顔絵。楽しみ？スペース？こう眉毛が、クロちゃんはしっかり生えてて鼻の下にひげですね。そう、今日はねプロフェスだったんですけど、すごいなんかあの会場もすごいし、なんかね、水の森競技場っていうとこでやったんですけど、なんかすごい海って感じでそう、すごかった、楽しかった、ありがとう。風がすごい吹いてたんだよね。ね、野外、そう野外だったんですけど、なんかちょっとだけ寒い、寒かったね、多分私たちは動いてるけど、それでもちょっと寒かったんで、寒かったかな。ね、気温が、今日ね、新幹線が朝からなんか運転見合わせみたいなになってドキドキしました。すごい、なんか途中からなんかめちゃめちゃ止まって、そう、朝移動してたのでめっちゃドキドキした。日帰り、そうよ、肩バキバキや
なんかでも今日は新幹線大変な日だったらしい。往復で 8時間かな。どうやってシンって使うんだろう。丸々だシンかな。文法。わー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 、できた。マックアラオンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。クラちゃんだ。これ似てますか。ちょびひげ描きました。ここのひげ似てる。うまい。ありがとうございます。高一似てる。そんなそんなですか。ありがとう。あのね、公演のスケジュールが出てました。6月まで出てて、自分の生誕まで出てました。6月4日が私の生誕でしたね。あと私が出る公演は5月の10、何日だっけ、15かな。課外活動が四国とマイカーのがある。で6月4の日曜日に生誕祭でした。時間はまだそう、なんか調整中って書いてあって、夜ね、そう夜だった。え、夜ってやっぱきついもん。きついよね、仕事、平日仕事の人にはちょっときつい。時間がどれくらいかにもよる。ブルーライブ、あ、そうブルーライブなんですよ。そう、私もそれを知った。あと花だれ公園でです。確かに開演時間、帰りが辛い。そうだよね。じゃあ4日の日は花だれ朝公演と昼公演にするか。そうするか。って言って朝10時ぐらいでも、そしたらさ昼公演めっちゃしんどいで、みんなもしんどいで。ちょっと私も時間とか全然知らんの。泊まりますって人多いな。ありがとう。そう、なんかさ、そうブルーライブ広島っていう会場が宇品港の方にあるんですよ。ちょっと海が見える方らへんにあって、だからちょっと駅とかからは若干遠いかなみたいな感じですね。うーん、公共交通機関使って30分はかかる。3、40分ぐらいかかるのかな。うん、電車とかだとちょっとね、車だったら、タクシー車だったらもうちょっと早い。
しんどい、ごめんね、うん、ごめんなさい。ちょっと、ごめんなさいね。バス出してちょっと無理かな、うん、難しい。ね、ちょっと時間がね、ちょっとでも早かったらいいんですけどね。6月、確かに4月中に6月の公演の予定が出るのは珍しいですね。珍しいことですよ。そうですね、もう あとは課外活動かなって感じです。5月がね、課外活動、まあ、G7 の影響もあるのか、公演がほぼなくって、逃げた。休み希望を出すなんです。いや、そうですよね。なんか皆さんが STU のスケジュールを、が公演のスケジュールとかで、なんか結構ギリギリまで出ないから、みんながなんか予想して、この日はこの土日はこれで埋まっているから、もしかしたらここにあるかもしれないっていうなんか予想でなんか休むみたいな話を結構聞いたことがあってなんか結構予想でもう休み取っちゃうみたいな。すごいよね。そう、なんか土日に結構予定が入ってるので、この土日は違う、この土日は違うみたいな。宿も取るよ。お泊まり？お泊まり、わ、ありがとう。ミッキーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがくまたわ、ありがとうございます。鼻だれ、鼻だれね、鼻だれ、鼻だれですよ、鼻だれセーター、鼻だれセーターですよ。6月3日はボーリング大会。え、そんなことよりも、そう、ボーリング大会もそうなんですけど、もう一個のスペシャルイベント、お好み焼き、4月じゃない、5月の21とか、サミット中にお好み焼きのイベントあったんだけど、みんな来れるのかなってめっちゃ思っててさ、サミット中のお好み焼き大丈夫これと思ったんですよ私。 S7 ですから。え、そんな、そんな、困っちゃう、困っちゃう。え、あれですよ、交通っていうか、なんか多分もう全部止まるっていうか、規制される。
ね、ありがとう。サミットはサミットはもうこの日なので、そうそうなんですけど、福山、え、今度そう福山でお話変わるからま、何の絵描こうかな、ガラス瓶の絵にしよう。あ、ガラス瓶の絵っていうのはガラス瓶を踊ってるところの絵ね。やがて必ず届くことを。なんかさ、広島の多分人とかさ、仕事休みになる人多いんじゃないかな、あのサミット中。わかんないけどわかんないけどさ、サミット休暇、え、ないのかな、労働ですわ。あら、本当にマジか。マイキューどうするの？え？どうしよっかな。人いっぱいなのかな。本通り爆走しようかな。これを機に逮捕される？捕まる？あ、捕まる？もしかしてダメじゃん。ニュースになるかもしれん。困る。夢をガラス。うわ、待って、瓶っていう感じ、私書けるかな。瓶、瓶、瓶、ガラス瓶の中に。やばい、みんなが書いてくれてる、ありがとう。合ってるはず。ね、10時23分ぐらいになったら教えてよ。ミッキーさん、ありがとうございます。これサビの部分。ありがとう。風受けてた。ありがとうございます。じゃーん。出かけるの？出かけないよ。ツイッターに皆さんぜひ。え、やばい、なんか大丈夫なんかな大丈夫なんですかね。めっちゃ怖いんだけど、できるんかな。ハッシュタグ、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 おし、お、あ、なんだっけハッシュタグ教えておきまい。もう見た？いや、あんま見んようにしてるんですよ。なんか見ちゃったらもう会話がなくなっちゃったら怖いからだからあえてちょっとだけなんか何ですか、見えちゃったりはしたんだけど、ほぼ見てない。
もうほぼ見てないから、うん、うん、よく難しい難しいですよね、まあなりで。どうやって見るの？なんか多分アイコンタップしたら見れるんかな。ポンって。え、分からん。タイムライン。私の。え、よかったツイッターフォローしてくださーい。これを機に。え、なんだっけな。あの中村舞とかで検索したら多分出てきます。ね、よかったらフォローしてください。じゃあ多分タイムラインに出るかな、わかんない。タイムラインなんかな、なんかもうわかる。ツイッター開いたら、あ、やっとるんじゃみたいなのがわかる。インスタ？インスタはそんなに。でもさ、私インスタ投稿してないけどさ、地味にさ、もうめっちゃちょっとずつにさ、みんなさ、え、これって中村舞ちゃんなのかなみたいな感じで多分フォローしてくれてるんですよ。だからもう本当に投稿してない割にたくさんの方にフォローしていただいてて、え、そう、しかもちょっと疑いもある。多分これってあれ本人かんーみたいな。最近フォローした、え、わかんないよね多分。あれ私のアカウントだって多分思わないよね。いや、そうなんや。うん、で、私のアカウントです。一応ね。あ、STU メンバーフォローしてる。確かに。ホロホロ。今日ね、アンピーがね、あのね、アンナちゃんって呼んでくださいって言ってきてね。私さ、ショールームでさ、アンナちゃんって呼びたいけど恥ずかしいって話をこの間したの。そんでさ、アンナちゃんだって恥ずかしい。なんかアンピーに言ったことなかったんだけど、その話、もうアンナちゃんって呼んでくださいって言って、なんでその話知ってんのって言ったら、伝書バトが飛んできましたって言ってて、うわっ、伝書バトがこの中にいるのかって。伝書バトが飛んできたらしい、アンピーが言ってた。なんてこと？アンピーが可愛すぎてさ、アンピー可愛いよね。アンピー楽屋でさ、目があってさ、なんかお互いニコニコして、もうなんか喋るっていうか、なんかお互いニコニコしながら目だけ合わせて、あはははっていう、そう、時間が、アンピー可愛いねって、もうディフディフみたいな、可愛いねありがとうございます。これアンピーの真似ありがとうございます可愛いねって
アンピ、アンピかわいい。アンピかわいい。クモパンありがとう。癒される。アンピーのショールームはしっかり者。え、でもアンピー言うときは言うからね。だって私にイントネーション違いますって言ってきたから。うん、なんかだからアンピー言うときは言うんです。しっかりしてます。アンピーはね、そう、川又警察。でもなんか警察もなんかやってなかった。やってたよね前。アンピー警察。かわいい。香川県警。うん、なんかやってた。マイキューもかわいいよ。ありがとうございます。アンピみたいに。ありがとうございます。かわいいよね。かわいい。ありがとう。否定しない、うん、だってかわいいもんね。もうかわいいもんね。胸がなんか痛くなるわ。ご飯誘ってみて。ダメ。アンピーって何食べるんだろうな。今日のアンピーはチーズハットグ食べてたわ。アンピーって何食べるんだろう。かわいいよね。チーズハットグ食べてた。もぐもぐしてた。骨付き鳥。あ、香川。え、うどんとかってこと。え、そう、生魚ダメらしい。そう、だからお寿司とかダメらしいの。けどタイ飯は食べたいって言ってた。タイ飯じゃなくてタイ飯は食べたいですって言ってたよ。私にイントネーションが違うって言っておきながらタイ飯って言ってたんです。生魚ダメだったら炙りもダメなのかな。どこまで難しいんだろう。
アンピーは今日はハンバーグ。なんでそんなさ知ってんの？アンピーの夜ご飯？それ今度聞こう。何が好きか、よく何を食べるのか。電車バトがいる。あ、今配信してるんだ。絶対私のこと言ったらいけんよ。もう絶対言ったらいけんよ。これ振りとかじゃないけんね。本当にあったってね。もう絶対にあの私の話題出したらいけんけんね。分かった。本当に本当にやめてね。ダメだからね。振りじゃないから。マジでダメ、うん、ダメ。ダメダメ。なんか貴重な配信時間を私の話題なんかしちゃダメ。ダメ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 。もっと自分自身のことをいっぱい語ってほしい。もうすぐ時間か。皆さん深いとこはハッシュタグ感想もお待ちしてます。昨日ね、おきちゃんに電話したら怒られたからね。明日話すことがなくなるだろうが。はい、ハッシュタグ教えておきまい。すいませんねって。しかもなんかアニメ見てたらしくて、すごいなんかアニメを見ててもう最高の今時間を過ごそうとしてたのに、なんなんだって怒られて、じゃあ切るわーって言って、で切ろうとしたらそんなことないよとか言ってきて、そう、喧嘩じゃないですよ。そう、でもなんか今話したら明日スペースやるのに何を話すんよみたいな、話すことがなくなるやんって言われて、でそこでハッシュタグ教えておきまいも検索するのをやめようって言ってやめて、ミントコーってまだミントコーね。そう、あ、23分になった、やばい、壇上呼ぼう。ヒッキーさん、刀剣太郎くんさん、ハイリンゴさん、きなぺこさん、りょんきゅうさん、坂道ふしーさん、ミッキーさん、マクアラオさん、ケンジさん、マサさん、くまねパパさん、福太郎さん、スルメッコさん、ありがとうございます。やば、なんかうまくいかんかもしれんのんじゃけどさ、もしそうなったらまあ
お目に見てや、ありがとうございます、ありがとうございました。ゆるい感じでいきます。じゃあちょっと切ります。またね。3、2、1、0。キュ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